怖くはありません。ただ任務を遂行するだけですから。任務？はい、任務です。刺しても切っても血は流れるんだよ。痛いんだ。お前はこれがいい。いらっしゃいませ。金出せ。早くしろ。おい、早くしろ。ありがとうございました。さっちゃん、さっちゃん、さっちゃん、相変わらず元気だ。けんちゃんも元気そうだね、うん、私が押してあげる。ほんと？気持ちいいね、さっちゃん。うん、そうだね。なんかいい匂いするね。どうしたの？おい、いつから幼児趣味になったんだよ。敏郎さん？付き合いすぎだろ。敏郎さんこそ。俺がいなかったら敏郎さんもうこの世にいないんですからね。手貸してもらえますか？うん、なんか随分可愛らしい手に。おい、毎日暇なんでリハビリ兼ねて敏郎さんにいいもの作ってるんですよ。ケンジ、お前ゲイじゃねえよな。どうでしょう。ケンちゃん、バイバイ。バイバイ。
ちゃんの怪我いつなるのかな。どうしてあんなになっちゃったの。ケンジはね、おじさんのためにああなったんだ。おじさんのため。うん。敏郎さん、サチ。何？忘れ物したから先帰っててくれ。うん、分かった。お姉さん、濡れてるよ。風邪ひいちゃうよ。じゃあ、温めて。仕方ないな。ロック崩壊地面。ゴーストに殺害されました。掃除班死体回収完了。アビス崩壊以外の3名、
ニュート、フォックス、イーグルが待機中。すぐ動けますが、どうしますか？待て、キャスパー。ゴーストの場所は確認できています。なぜすぐに処理しないんですか？わざわざこんな偏僻なところまで来たんだ。少しは老人の暇つぶしに付き合え。失礼しました。アビス・ウォーカーは今どこにいる？すでに動いています。3日前に国防軍と接触、それ以降の情報は途絶えています。なぜアビス・ウォーカーまで雇ったんですか？敵も味方も見境なく殺すやつですよ。扱いにくいが腕は確かだ。他3名は現地での招集部隊も引き連れています。それでも足りませんか？乾いているんだ。乾いた性は傷によって力を増す。先生は極限状態に身を置いて、その中で生きていくことを想像できますか？と言いますと？頭に銃を突きつけられたり、仲間が爆破で吹き飛んだり、毎日が生きるか死ぬかの状況です。私は正常じゃなくなる。普通はそうですよね。ええ。でもそうじゃない奴らもいる。自分が正常でいられるためには何らかの危険を必要とする人間もいるんです。夢の話ですが、人を殺すことに黒田さんは罪悪感はないんですか？ありません。処理する瞬間は操り人形の糸を切るのと同じ、物体が崩れ落ちるだけ。そこに感情はありません。処理？ただ処理するときは愛を感じます。愛？相手の鼓動を感じ、体温を感じ、思考を感じ、全てが一体となったとき優しく処理するんです。では殺されることは怖くないですか？わかりません。経験したことがないんで。そうですね。じゃあちょっと想像してみましょうか。これが本物の銃で、私があなたを撃とうとしたら。撃ってみてください。先生、今死にましたよ。箱根町の喫茶店で。これ隣町の喫茶店だ。ひでえことしやがるな。俺こういうやつ絶対許せねえ。じゃあ角さん、やっつけてよ。おう、任せときな。あれあれ、買ったばっかなのにな、あの電気屋の親父。県外？サチ、お店に忘れ物したからちょっと取りに行ってくるね。え、今から？角さん、ん？ちょっと出かけてくるから、サチとあやとりでもしといてくれよ。おう、分かった。じゃあサッちゃん、一緒にあやとりするか。うん、よいしょ。小四郎下手だな、なあさちゃん。
だって落ちてるもんね。ケンジに言われてきたのか。It's been a long time, 先輩。さっきの連中は自分たちが掃除しておきました。じゃあついでにこっちも頼むわ。ケンジ先輩のところにファントムが現れたそうです。知ってるよ。サチが挨拶された。先輩、俺たちも一緒に戦います。お前ミッション何回出たことあるんだよ。一回もないです。まあ俺面倒見ますから。逆に邪魔ですかね。好きにしろ。
ケンジさんいないな。お前らしっかりやってんのか。はい、頑張ってます。頑張ってますじゃねえよ。だったらちゃんと結果見せろよ。分かってます。でもケンジさんの体がそうなったのは敏郎さんのせいです。うるせえ。本当はお前らなんかに頼みたくなかったんだ。あの人のために死んで俺は骨になりたかった。ごめん、おじさんしばらく帰れそうにもないから宗さんとかで預かってもらってくれ。敏郎さんですか。いいタイミングです。この本好きでしたよね。ありがとな。あの二人役に立ってますか。うん、荷物持ちくらいはな。マックスはともかく、マサルは初めての実戦なんです。だから心配で。あのでかい方な、まあ、お前よりが役に立ってるよ。ケンジ先輩に聞いた。ファントムってのはケンジ先輩や敏郎さんがいた舞台の指揮官だったやつだ。敏郎さんが引退したのって3年以上前ですよね。なんで今頃。 See, he's committed a lot of international crime, including genocide. インターナショナルクライム、国際法上犯罪。最強の舞台を指揮した裏で、そいつ最悪ですね。Yeah, he's a fucking psycho. その一つに子供を使った brainwashing experiment。洗脳実験。それが許せなかった敏郎さんはファントンを裏切って抹殺された。抹殺？本部東側10名、北側8名待機中。アビスウォーカーからです。
何て言ってるか分かりません。あいつは俺の獲物だ。お前は今どこにいるんだ。俺の邪魔をするんじゃねえ。あいつ本当に必要ですか。アビスはゴーストの戦い方をよく知ってる。ああ見えても彼のバディだった男だ。あいつが？あらゆる意味で同じだったが、行動の目的だけが違っていた。それだけだ。キャスパー、時間だ。敏郎さんは生きていたとしたファントムは自らリベンジにしに来た。なんでそんな大物がわざわざ来るんですか。それはあろうな。ただ俺たちは知る必要はない。カバーするだけだ。オーライ。ケンジさん言ってましたよね。戦争は子供や機械を利用するもんじゃないって。許せねえ。敏郎さん、俺も連れてってくださいよ。やっぱあいつらだけじゃダメですよね。俺まだ戦います。敏郎さん頼みます。なあ頼むよ。なあ頼むよ。連れてけよ。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。ケンジ、俺の前でカッコつけてんじゃねえぞ。敏夫さんのコードネームってゴーストだったんですよね。あの伝説のリボンゴーストと何か関係あるんですか。まさか。That's impossible. 多分伝説だろ。準備できたか。使いますか。動物はシンプルだ。俺はこいつでいい。
もしもし、敏郎か？スモーカーだ。サちゃんが見当たらなくて、もしかしてそっちに戻ってるかと思って。ああ、戻ってるよ。そうか、よかった。心配させて悪かったな。いや、こっちも悪かったな。さっちゃんに何かあったんですか？まさか誘拐されたんじゃ。問題ない。全て作戦だ。作戦？場所は特定できた。サチは誘拐されたんじゃない。させたんだ。大きくなったね。心配はいらない。私は君のおじさんの古い友達だ。おじさんが生きていて私はとても嬉しいよ。どういうこと？おじさんはなぜ危険を冒してまで君だけを助けたのか、なぜだかわかるかい？君の中にはおじさんと同じ血が流れているんだ。やはり彼には見えたんだね、未来が。しかし彼は私を裏切った。生かしておくわけにはいかない。これは戦いではない、処刑だ。一挙にサチがいる。敵が確認できる位置まで3人で行動する。行くぞ。前方に敵を5名確認。本丸はここだ。俺たちはここ。一個中大、一個小大、一個小大、一個小大。俺がここから行っておとりになる。お前たちはツーマンセルでここから攻めろ。敵は何いるんですか？一個小大は約30名、一個中大約80名。Only 200? そんなに？たった3人で？俺一人で十分だ。緊張するな。撃たれても切られても動じるな。相打ち覚悟で行け。緊張が思考をダメにする。草食動物は緊張した瞬間に食われる。肉食動物は緊張しない。俺たちは狩られに来たのか？違います。俺たちは狩るものだ。ゴーストは気配を消し、足音を立てずに忍び寄る。発砲は極力抑えろ。
銃声は自分の居場所を教えるようなものだ。ターゲットを確実に狙える時だけ発砲を強化する。
イントブラボー突破。ポイントブラボー予備投入。戦場じゃ生きていけないよ。戦争はガキや機械がやるもんじゃねえんだ。
検事さん、すいません。おじさん、そんなんじゃ生きていけないよ。そんなんでもな、生きていくんだよ。マックス、先に行け。残りは俺が始末する。
予備壊滅。ポイントチャージ。エコーについては廃墟に前進せよ。エコー、よう。ゴーストは1個連隊に相当する戦力を有する。奴を人間と思うな。以上。足手まといにはならねえからよ。戦って死にてんだよ。頼むから連れてけよ。頼むぞ、ケンジ。